気泡、オリックス。オリックスは中日に逆転負け、オープン戦の成績を1勝1敗とした。勝ったがね。日本シリーズでまた会おう。オリックス由伸抜けたから本当にきついよな。久しぶりの快勝。まさか中日相手に完敗するとはな。オープン戦とはいえ、ヒカと阿部はひどすぎる。点取られてもええけど、ある程度やり返してほしかったな。あれ、中田とロドリゲスいない方が強いんじゃ。村松はもう少し伸びれば主力になりそうだな。ソダニは今年どんな成績を残すのか気になるピッチャーだな。雑音後藤がタイムリー。この調子で雑音を完全に消してくれ。中日と中継ぎ交換しよう。オリはいいピッチャー、どんどん先発に回してるし仕方ない。ソタニ良かったのが救いだな。ソタニエーナー裏山。毎年オープン戦だけは最強なお開幕後。去年からヤバそうだったけど、阿部とヒカはだいぶきつそうやね。なんとか後半あたりに復活してくれたら御の字かな。